辰吉君の下に下がってくるようになってますね。なるほど、はい。
自分の目的をするだけです。そう撮影師は話していました。あと右足、エリア、アッパー、左、キック。パンチは空を切っています。右アッパー、左。ファイティングカラーさん、第1ラウンドとか2ラウンド、このラウンドと互角の打ち合いですね。はい。非常に多彩なパンチが出ますよね。はい、アッパーちょっと大きいですけどね。はい、リカルド・メニア、メキシコのジュニアバンタム級のチャンピオンです。メキシコでタチヨシの名前はもうそれはメキシコのボクサー以上に有名です。ヤマダレス、あるいはサラゴサ、4度のタイトルマッチをメキシカンと戦ってきましたタチヨシ同一郎。このメルナも当然タチヨシのことは知っていました。4月のサラゴサ戦はテレビで観戦したそうです。耐え強い選手ですねという印象を持っています。ただ今回は調整が完璧に進んだので辰吉に勝つ自信があるそう話していますリカルド・メディア。狙いのボディーブローは辰吉。ヤマダレス本当に勝負こっちだぜ、はい、40戦21勝14 KO というリカルド・メディア。ヤマダレス気を蓄えています。それとファイティングアナパンチが多彩ですね。そうですね、やっぱりフックとかね、はい、ちょっと大きいですけどね、一発のパンチがちょっとありそうな感じしますね、はい、第3ラウンド残り1分を切っています。少し肩で息をしましたリカルド・メディア。紫のシコンのトランクスを締めています。一方パーパーを打ち返してくれ。
足を使ってうまくジャブついてますね。はい、ビリアボディーロー、バケシ止まった時ですから、はい、ビリアボディーロー、ビリアボディーロー、少し頭が当たりました両者です。浜田剛さん、何もそろそろ両者ともに相手の手の内は分かったでしょうね。もう全部分かりますね、はい。ですから立つ人すれば、本来の一段目のリズムに持っていくことなんですね、はい。メディーナはやっぱりこのスタイルが変わらないですよね。変わらない、はい。それと真正面から一緒になって打ち合うと今の展開が続く可能性あるんですね、はい。実はこの横浜アリーナの今回の試合 WBC のバンタムか、力を発揮よし、レッドリード、右3チェリアメディア、夏休みチームはあのタイのチャンピオンのナコントンパークビューに、ナコントンパークビューに挑戦する話もありました。契約ウェイトでバンタム級とその一つ上のクラス、ジュニアフェザー級のちょうど中間のウェイトで今回行われています。激しい打ち合いです。足が止まりました両者。本当にこのメディナという選手は打たれ強い選手でもありますね。そうですね。うちガンバ3人近いですからね。はい、結束ですよね、それを実質守っているんですね、はい。浜田さん、はい、辰吉が打った後に少し下がってくれれば一気に辰吉が出すと見られるでしょうか。そこなんですね、打たれた後は必ずダックして前まで行く、はい。
120% できましたというメディア、はい、木原さん、はい、ただ社交辞令か、あるいは、まあ、自らを鼓舞しているのかと思ったんですが、はい、その通りのようですね。そうですね、この試合を見てもらえますね、はい、非常にいい試合ができてるんじゃないですか。右がフェリックです。ただ、パスーシは92年のフランスにダマダレスに敗れて以来、薬師木さらぶさんと世界大臣のラジオに失敗しました。その間に再起戦、前哨戦と呼ばれる試合は5試合消化していますが、全部 KO 勝ちを収めています。最近の3試合は9ラウンド、8ラウンド、10ラウンドといずれも終盤にこの世界前哨戦は KO 勝ちを収めています。じゃあ、浜田剛さん、はい、まあ、終盤は一休みして終盤、ほら終盤にもう一エンジンかけ直したという勝ち越しがこれまでの世界前哨戦の形でしたね。大体、まあ、そういった形ですね、はい、まだ今日もそれ見れず見れないですけどね、はい、ただこれ以上メイクにはもうそれ乗せたくないですね。乗せたくない、はい、中地さん、はい、途中サイドなんですが、下がらないでジャブを打てば知られてますね、はい、厳しい調子ではなく、はい、厳しい打ち立てるような指示かなくて打ち立てるようなね、はいはい、レギナという選手は VTR を見る限り右でも左でも戦っています。
相手ですね、はい、調子とことんだった場合があるので、今みんな本当にいい感じで来てるんですね、はい、まあ、野球で言えば正規した右打ち左という方が言えます。今リカルド・メディナは左足を引いています。左のボディーフロー、そして左のストレートを狙っています。左がこの左です。これが主戦のパンチになります。メインのパンチになります。まっすぐ小さく打つと全部当たりますよ。メディナはどっちかというとサウスポーはあまりうまくないですね。あ、サウスポーの方がボクシングは下手ですか。そうです、はい、もう一発以外、一発空振りしたらすぐバランスが違うんですよね、はい、あ、そうですか。そこを右ストレートまっすぐ打っても全部当たりますから。はい、船越さん、はい、そのあたりセコンドもですね、スイッチをした時にパンチをもらってるじゃないかと。あ、そうしますと途中しかですね、メディナのスイッチにタイミングが合わない、そういう近く言いました。これでしょ、はい、小さいでいいですか。小さい右のストレートですね、はい、辰吉。ただ、回転カナさん、過去の辰吉の戦績を見てみますと、サウスポーのサラボさんには苦戦しましたからね。そうですね、はい、だからサウスポーも、そういうことで、やっぱり、よくありますから、相手にとってはね、サウスポーと時間になったり、になったりね、そういう感じしてて、非常に辰吉君とやりにくいと思います。はい、またここでオーソドックスタイルに戻しました。リカルド・メディナ、それメディナパッチがどこから出るか分かりませんからね、はい、リード両者接近戦となりました。リング中央、さあロングに下がった辰吉、バーンと左、かなり用の左、また左サウスポースタイル、10秒です。
出ました。97対96、あやはりワンポイントあるいはツーポイントという僅差の判定勝ちでした。